皆さん、こんにちは。マオグアイさんのアニメーション劇場へようこそ。今日語られる話は、ハイヒール。マオグアイさんは毎日早く目を覚ます。それで、マオグアイ氏が最初に会社に到着することがよくあります。毎朝、仕事に関係のないことをたくさんすることができます。しかし、非常に早く到着した姉がいました。姉は比類のないハイヒールのペアを持っています。ヒールの高さは約20センチメートルです。くそ。私は仕事でよく寝ているので、いつでも監督するためにリーダーによって近くの通路に配置されました。しかし、それは私が普通に眠りにつくのを妨げるものではありません。もちろん会社に早く到着すると、他にもたくさんのことができます。時々眠りに落ちる。しかし、姉が到着するたびに、それは私を眠りから目覚めさせます。姉が毎日私の隣で地震を起こしているからです。私を精神的に弱くしました。ある日、ようやく我慢できなくなった。あえて彼女に怒鳴る。姉、何か不満はありますか？私はあなたの靴について尋ねているだけです。私の靴の何が問題になっていますか？言いたかったのですが、ハイヒールはとても可愛いです。あなたが商品を知っていると数えます。ついに仕事を辞めた。あなたのハイヒールはとても可愛い。あなたのハイヒールはとても可愛い。あなたのハイヒールは誰のハイヒールが可愛いと思いますか？マオグアイさんのアニメ小劇場をご覧いただきありがとうございます。再投稿のように、購読してください。大きな赤い犬を振る可愛いアニメーションステッカーをダウンロードすることを歓迎します。